こんにちは。いよいよ6月に突入。いかがしましたでしょうか。6月は紫外線がとても強くなる時期。外に出るときは紫外線対策をしっかりしてお肌を守りましょう。 STB スコインフォメーション、この番組はオリオン機械株式会社の提供でお送りします。まずはじめは国・県からのお知らせです。現在各市町村では新型インフルエンザに関する相談窓口を設置しています。発熱しまさかと思ったらすぐに相談してください。また家庭でできる新型インフルエンザ対策にもご協力をお願いいたします。予防の基本は手洗い、うがい、マスクの着用の3つ。外に出るときは感染を防ぐためにマスクを着用、外から帰ったら手洗い、うがいを忘れずに行ってください。また咳をしている人にはマスクの着用を促し、感染拡大を未然に防いでください。それぞれの家庭でできるインフルエンザ予防、まずは基本の手洗い、うがい、マスク着用をしっかりしてくださいね。住宅用火災警報器設置のお知らせです。6月1日から設置が義務付けられている住宅用火災警報器、年々増加している住宅火災による死者数を少なくするため設置が義務付けられました。警報器は乾電池タイプと家庭用電源タイプの2種類があります。ご希望のものを量販店などで購入、設置をよろしくお願いいたします。高齢の方、目や耳の不自由な方には音や光の出る補助警報装置を増設することもできます。詳しくは消防本部または市町村の文書までお問い合わせください。続いて須坂市からのお知らせです。振込詐欺悪質商法注意のお知らせです。息子や娘になりすましてお金を振り込ませようとする振り込め詐欺、身に覚えのない内容の請求をはがきなどで送りつけ電話で振り込みを迫る架空請求詐欺、インターネットの有料サイトや迷惑メールの URL に接続しただけで高額な請求をしてくるワンクリック詐欺、さまざまな手口でお金を騙し取ろうとする被害が後を絶ちません。不審な電話やはがき、請求書などが届いたらまずは相談してください。一人で考えず悩まず、市民課、警察署、消費生活センターへ相談してください。須坂買った方祭り参加連募集のお知らせです。7月18日に行われる買った方祭り、いよいよ参加連の募集が始まりました。職場、家族、仲間たちと一緒にお祭りに参加しませんか。応募締め切りは6月15日までです。申し込みはお早めに。また祭りの運営ボランティアスタッフも同時募集。須坂の祭りを一緒に盛り上げましょう。詳しくは商業観光課までお問い合わせください。続いて小布施町からのお知らせです。小布施の畑に T シャツアート、小布施 T シャツ畑のお知らせです。小布施町の畑にデザイン T シャツを展示するアート空間小布施 T シャツ畑が8月7日から16日までの10日間開催されます。開催するにあたり展示する T シャツのデザイン画と着る人への手紙を現在募集しています。作品のテーマは自由、オリジナルの未発表作品に限ります。応募作品の原画は実行委員会で T シャツにプリント、着る人への手紙と一緒に小布施の畑に展示されます。応募締め切りは7月6日までです。詳しくは T シャツ畑実行委員会またはホームページ
www.t-obse.com へアクセスしてください。続いて高山村からのお知らせです。住宅用太陽光発電システム設置補助制度のお知らせです。村では住宅用太陽光発電システムを設置する世帯を対象に設置費用の一部を補助する制度を行っています。最大出力 1kW 当たり3万円だった補助金額を今年度から最大出力 1kW 当たり7万円までに引き上げました。応募資格は村内の住宅に太陽光発電システムを設置予定の方で、来年の3月20日までに工事を完了、実績報告書を提出できる方に限ります。募集期間は6月30日までです。補助を希望される方、また詳細を知りたい方は高山村役場総務課までお問い合わせください。続いて近隣市町村で行われるイベント情報を一気にご紹介しましょう。